はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、今日の昼は動画がなかったと思うんですけど、昨日寝落ちしてしまいまして、動画を出せませんでしたね。はい、残念ながら。はい、そして土曜日なんですけど、もう仕事してましてね、今帰ってまいりました。はい、今というか、もう昼でね、昼で帰ってきたけど、家着くの3時ぐらいなんだけどね。はい、ということで、ちょっとね、頑張ってね、今から撮って、夜には動画を上げたいなと思っております。はい、ということで、前回の続きなんですけども、続きだね。ちょっと時間経ってるのはこれなんでかというと、感染してたじゃないですかね。前回ね。で、17% か 18% ぐらいまで行ってたんですけど、これ抗生物質で 25% 回復するんでね。あ、どれだっけ、これか。あ、これでね。これで 25% 回復するんで、まあ、ちょっと時間はかかったけど、今治りました、完全に。はい。足の毛がもう治りました。はい。ただですね、この辺の武器が全部ぶち壊れてるんだけど、これマグナムももう耐久値ないんだけどさ。これは直せるか。これは直せるんだ、マグナム。これ直せないんだよね。あ、どうよね。これも直せないんだよね。あ、品質下がっちゃった。品質下がっちまった。直せないんだよね。あれがないと、スチールのね、スチールのレプキットがないと直せないんで、こいつはもうダメです。はい。これ終了です、この人。この人終了。まあ、スチールがあればね、スチールが作れるようになれば、直せるんですけど、これの品質、あ、そうそう、これ、マシンガン M240 とかいうのを拾った、あ、これがあるか。スクラップマシンガンが強い。あ、こっちの方が強いんだね。これ、ただ、品質2だからあんまり物つかないんでね。あれですよね。これとこれにするか。これで66？ まあ、さっきのよりは弱いけど、まあまあいいか。これ80ぐらいあったもんね、さっきね。これ作れるようになりたいな、早く。これ、AK103。AK103 ね。こいつは品質6が作れるんだけど、こいつはね、品質6で50ぐらいだっけ ?55 ぐらいだったっけ確か。ねえ。まあいいでしょう。どれだっけこれか。あ、そういう感じなんだ。M60 形式だ。何発出んだ ?100 。めっちゃ、あ、そんなに弾出んの ?109 発も出んの。すごいね。それはちょっとこう物量で押せるかもしれないね。これはこれでね。はい。で、あとはしゃあないか。これはね、多分作れるんだよね。モスバーグポンプガン、確か作れたような気がするんだけど。作った方が品質高い。あ、だよね。作った方が品質高いんじゃない？あ、4だよね。あ、待って、この240もいるわ。無理だ。スチールが240もいるわ。それはちょっと無理だな。無理があるな。うん、やっぱスチールをね、作れるようにならないとしょうがないですよね。あ、でね、ちょっとトレーダーで買ってきて、今83、この間40いくつだったんですけど、30個ぐらい、30個ちょいか、17、10、うん、32、3個買ってきたんで、今83なんですけど、83でもさ、結局ティアニのワークベンチ作ろうと思ったら、なんだっけ、ベースがいるんだよね、確かね。ベースがね、どれ？ティアニワークベンチ、ティアニ、ロー、ローでいいんじゃない？ロー。あ、違う。ロー。ロー。あ、これ、ティアニロー。あ、これね。これを作るには、ロのベースがいるんで、これだよね。ロのベースで50使う。まあ、とりあえずこれだけ作るか。作れないじゃん。あ、そうか。こっちじゃないんだ。こっちか。とりあえずロだ、ベースだけでも作るか。これね。ローじゃなくて、ローベースが、これか。これ、あ、この辺の金型とかアンロックしてないんだね、まだね。あ、設計図がいるのか。ティアにロ型の設計図、ロ型これね。ああ。まあ、とりあえずベース作りましょうか。これぐらいは作れるでしょう。あ、待って、セメント、コンクリート1500はちょっと、1800あった、ラッキー。1800できてた。あ、砂ね。砂もまあ、あ、ギリある。連鉄150はあるのかな ?150 ぐらいあるか ?1000 ぐらいあるでしょ。めちゃくちゃいっぱい作ったからね、これ。大量にいるから。はい。ということで、まあ、ローベースはとりあえず作ろう。で、ローは、ローはでもいらないのか。あ、ローはスチールいらないんですね。ロー作れんじゃないこれ。ワンチャン。コンクリートまだあるでしょ。コンクリートまだあると思うよ。なかった。待って、今作ればいい。今作ればいいんだよ、そんなの。
41分もかかんのか。41分もかかんのかよ。500でしょ？1200で600しかできないんだよね。でも300持ってるから、ちょっと余ってる？ 600 あるじゃん。600あるよ。水がない。水が欲しいね。水がいるんだよね、これ。あの、コンクリート作るのに。ちょ、待って待って。これでどう？ 3。あ、300いいんじゃない？あ、これでいけるわ。4分。で、あと何？あ、コブルストーン3500。あ、9000ある。あ、ラッキー。あと、木の板か。木の板は、500もないかな、さすがに。あ、500ないわ。これで作るんだっけ？これで作るんだったかな？あ、でもなんか作ってたよね、ギャズンな。あ、違う違う。作ってたのはチェストだった。422。422でいいか。21分もかかんのか。あ、じゃあそんなにいらない。1600もいらない。ちょっと待って。1個で何個できるの？ 1 個で4できるのか。じゃあ100でいいよ。100。400。あ、これでいいわ。で、あとネジか。ネジね。ネジ。ネジ。533。ああ、いっぱいよかったね。バンドル作ったからね、これね。実はバンドルをね、一回作ったんでしょうね。あ、これで OK だ。OK、OK。本当に OK かどうか知らんけど。あ、誰か来ちゃった。あ、じゃこの銃ちょっと試してみるか。じゃじゃん。上から撃っても、あ、こっち行けないのか。こっち行けないんだった。ここが登れるようにしたら上から撃てるから、登れるようにしようかな。あれ、いないじゃん。入ってた？あ、叩いてる。外。これ叩くな、叩くな。こら。一撃だった。一撃だったわ。109発も出るのに一発しか使わなかった。もういない？もういないのか。こう、撃ってみようかなっていう時に限っていないんだよね、これね。残念ながら。あそこにドラゴン置きました。あそこにドラゴン置いていました。はい。この間拾ったんで。まあでも今ね、もう、今もう置かずにね、チェストの中にしまってあるんですけどね、飾らずにね。うん、飾ってあっても別にあんま意味ないかなと。最初は撮るたびに飾ってましたけどね。うん、はい、ということで、よいしょと。まあ、そろそろできるかな。まだ早い？あ、じゃがいもできてるから、じゃがいも欲しいね。ちょっと待って、これなんで、まあまあいいか。とりあえずできた？ 100、あ、まだまだだね。やっぱりじゃがいももらうか。よいしょ。じゃがいも1個増えたんだよね、これね。1個増えました。これで、また、あの、ステーキが作れる。1個。1個ずつ作っていく感じになっております。なんだっけ？これだっけ？あ、違った。あ、違った。ボールがいるんだ。ボール。ボールがいるんだ。で、食べるとちゃんとボール余るんだよね。あ、来た。1個しか作んないね、でもね。うん、1個でいいよ。ということで、まあ、ちょっと待ちましょうかね。うん。まあ、ちょっと2、3分待ちましょうか。はい。さて、そろそろできたんじゃないですかね。あと木だけなんだけど。80。あ、できた。あと、ローベース。ローベース来た。はい。これで、あ、作れよ、OK。あ、5分か。まあ、いいね。よっしゃ。これで、やっとスチール。あ、違う。違うわ。あの、これがいるんだ。金型か。型、あ、これがるつぼの代わりなんだね。型の設計図作らなきゃいけない。これか。これだわ。これだ。あ、るつぼがいるの？るつぼがいるんだ。鉄1万。るつぼ作んのにスチールいるんだっけ？マジ？るつぼ。あ、スチールはいらないんだ。あ、まあ、鉄がめっちゃいるじゃん。鉄焼いちまってますけど。鉄が足りない。鉄取り出すか。追跡。あ、鉄足りない。鉄が足らんやないか。ちょっと鉄取り出す。あ、取りに行くか。今、鉄1500か。
取りに行った方がいいか、これやめたらちょっと増えるんじゃない？ねえ、鉄取りに行くか、ちょっと取りに行ってもいいけどね。ねえ、まあ、5分ぐらいかかるんで、炉ができるまでね。ちょっと採掘行きましょうか。採掘現場を皆さんにご案内しましょうか。こう扉開けなきゃいけない。ご案内っていうほど大したあれじゃないんだけど。鉄まだ残ってると思うんだけどな。全部取ってないと思うんだけど。多分。どこだったかな。どこだったかな、どこだったかなって言ってると落ちるんだけどね。なんか目印、一応目印してあるんですけど、あんまりわかんない。走ってるとあんまりわかんないんでね、落っこっちゃうんだけどね。あそこだ、ここだ。これ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 。これね。まだ鉄あったかな。よいしょ。あ、もう取っちゃったかな、全部。あ、向こうの鉄だよね。これ、どこだっけ、はしご、あった。よいしょ。じゃじゃん。あ、この辺、まあ、いっぱいある、いっぱいある。オッケー、オッケー、オッケー。じゃ鉄回収しよう。鉄ね、あれなんだよね。音がさ、ほら、音がね、ガシャンガシャン言わない。上から掘りたいとこだね。上から掘りたいね、なんかね。崩れてきたらもったいない。もったいない。せこいなって言われそう。せこいですね、って言われそう。まあ、限りある資源だからね、一応ね。うん。限りある資源なので、有効に使いましょう。上から掘りたいね。ということでね。あ、ここに鉄があるんじゃん、ちゃんと。結構な量いるのかな、どうなの、とりあえずさっきの、ちょっと待てよ。型を作るのに、これは、レシピを作るのに必要でしょ。あと、炉の型を作るのに、炉の型を作るのに鉄はいらんのか。あ、じゃあ、るつぼか。今、るつぼを作ってるんだっけ。るつぼ、あ、設計図か。あ、設計図。設計図を作るのに、あ、ここで1万いるんだ。ああ、そうか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 。じゃあ、1万3000ぐらいないとダメなのね。結局ね。結構いるね。じゃあ、大変だね。いけるかな。まあ、ちょっと今何時 ?12 時じゃあ、ちょっと待ってくださいね。採掘、ちょっと鉄集めますんで、少々お待ちください。よっしゃ、1万5000ぐらい溜まったんで、1万5000ぐらいあればいいでしょう。多分ね。これでいけんじゃない。これでいけんじゃない。よしよしよしよ、降りてこ、降りてこ。どんな感じになったの。あ、こんな感じ。この辺一体ちょっと掘りました。はい。1万5000もあれば多分足りるでしょう、これで。よっしゃ。スチール量、あ、でも、スチール量産って言ったってさ、作るのに全部鉄を使って焼く、溶かす鉄がないかもしれない。素材作るのに全部鉄使っちゃいましたって、で、溶かす鉄がありませんってなりそうな気もするけど、まあいいか。とりあえず作ることを目標にしよう。うん、生産体制を整えよう、とりあえず。とりあえずね。うん、で、炉を今作って、もう5分ぐらい多分経ったんで、炉はできてるでしょう。で、あとだから設計図を作って、設計図が作れるかどうかだね。作れるかな、どうだろうな。500ぐらいいる必要だったけど、あるかな。だいぶ使っちゃったんでね、昔は1200、300あったんですけど、どうだ。じゃん、あ、2400、めちゃめちゃ持ってた。めちゃめちゃ持ってたわ。炉はできた。あ、炉はできてるね。できてる、はい。で、その前に、これを作らなきゃいけないね。型ね。型を作らなきゃいけない。型、じゃ型の設計図。これだ。型の、あ、さ、るつぼを作らなきゃ。まずるつぼを作んなきゃいけない。るつぼね。まずるつぼからいきましょうか、じゃあ。るつぼこれだ。あ、ちょっと待って。機械部品40だとあるかな。あるわ。オイル25。オイル25。ある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 。あ、オッケーオッケー。じゃあ、これでまず、るつぼを作って、30秒で。で、るつぼがあったら、この辺か。鉄は、鉄減ったね、なんかね。
鉄減ったぞ、大丈夫か。まあいいか、紙500はまあ余裕である。紙も何千枚もある、5000枚ある余裕です、余裕でございます。はい、あとルツボだけか。ルツボ30秒でできるって書いてあったね、今ね。じゃあじゃあ、できたできた、 OKOK、 じゃあこれで揃った、よし。でこれで設計図を作って35秒で35秒設計図作って、設計図ができたらこれだ、次は、次はこれでございます。あ、これダメじゃん、じゃあじゃあじゃあ、これじゃない、あれ、炉の型、あ、型起こすのに何これ100いるの、100ないわそれ、残念ながらあ、違う違う、これ金床じゃない、違うよね、型、これだ、あ、型か、あ、型作るのに100いるんだ、じゃあ結局足りないじゃんね、さっきいらないと思ってたの、 何と勘違いしてたんだ俺、じゃん、100いるんだ、あ、残念、やっぱ作れないんだ。これで一応解放、解放、あ、待って、ワークベンチ、カジキが必要ですあ、そうなの、そうなの、何それ、鍛造の機械がいるの、鍛造の機械がいるらしい、マジ、どれどれのこと、あ、違う、こっちか、これか、これのこと、違うな、炉にセットするやつだね、炉にセットするやつだな、ちょっととりあえず炉を置きたいね、ね、これこの辺動かしたいんだよね、だからこれできた、もうこの辺動かしたいんで、いっぱいついてるけど、でこれ一応回収して、これ回収ね、ワークベンチ、ワークベンチ回収で、デコレーション、デコワークベンチ回収して模様替え、模様替えしなきゃ、でここにワークベンチ置きたい、ティア1ワークベンチ、ここにワークベンチを置きます、じゃあとね2個並ぶ感じね、だんだん、もう一個なんだっけ、もう一個は蛍光灯、こうね、あ、そうです、でデコは、まあデコはここでいいよ、この横でデコここでいいわ別に、うん、でこの空いたところに弾薬ワークベンチを置きたい、はい、ロケットランチャーとかグレーロケット弾の置いてあるけど大丈夫なのかね、そんな無造作に置いてあるけど、はい、でこれここ、これここね、蛍光灯だけしかセットしてないけど、はい、でこいつを横にずらす、そしてさらにこいつを、ここ何、こいつ何もセットできないんだよね、化学ステーションね、こいつをちょっと一旦取って、でここの隣に炉を置きたい、でかいのかな、あ、でけえなこれ、クソでかいねじゃあそんなでかいの、あ、そんなでかいんすか、マジっすか、じゃあこの隅っこに置くしかないか、隅っこに置くんだって、ああ、もうクソでけえな、マジか予想外の展開、予想外にでけえ、ああそうなのね、っていうことはちょっとこれを何とかしなきゃいけないね、これね、ちょっともうちょっと待って、これをちょっと全部作ってしまうか、もったいない気はするけどね、これで1でしょ、弾頭も粘土と鉄が残るんで、まあ、また連鉄でも作る、そんなに連鉄いるんですかっていう、あ、ネジ作るか、ネジ、はい、これで粘土11、4あと何、もう鉄取り出すかこれ、あ、こんな感じで、ちょっと一旦取り出すか、じゃあ、でここの端っこにティア2の炉を置いて、その横にちっちゃい炉を置いて、待って、これ何ブロック使うのこれ、どこ行った、あ、どこ行ったっけ、あ、これか、3ブロック、ここまで来る、ここまで来るとすると、となると
となるとロが2ブロックなんでロローでしょ、置けないじゃんもう好きなんか置けへんやないかい。この調理台の行く調理台の行き場がなくなっちゃうね。これでも何も使わないんだけどね、これね、ぶっちゃけこの調理台は調理台いらないんだけどな、実はね。何もセットできないでしょ。じゃあこれは、まあ、ちょっと邪魔だけど反対側に行くか。だいぶ邪魔だね。そしたらね、ここに置くとここの出入りがしにくくなるからむずいねむずいな、むずいな。ここロ、ちゃちゃ、ここまで来るからここがローでしょ。こっから123、あ、もうじゃあ化学実験ステーションをどっか持ってく、どっか持ってくったってね、持ってけんよ。そうやすやすと、そうやすやすと持ってけないですね。ここに置くか、ロティアニのロはこっちに置くか。あんまり使わないのかもしれないけどね。じゃんじゃん、なかなか大変ですね置き場所困るね、なかなか。これだと置けないかな。いや、置けそうじゃない。置ける置ける、こうこうだこうです。でもうテーブル層は外だなテーブル層外ですね、もうね。ここここ相変わらず、相変わらずなんか扱いがひどいね、テーブル層ね。はい。で、まあもう元に戻すか。ということで、この辺はじゃあ、模様替えしようとしたけど、どうなってたっけ？テーブルか置いた方がいいな。調理台。調理台ここにくっついてて、で、あ、こうだよね。で、これがよそに行ったからね。いや、そうに、よそ行かなくてもよかったね、じゃあね。あそこに置くんならね。そこに置くんなら行かなくてもよかったな、気がするね。戻すか。何をやってんだ、いい加減にしろって言われそうだね。なんかね。ちょっと戻しましょうか。順番変わったけど、まあ別にいいわ。弾薬枠面地、こうね。炉の隣に弾薬置くなよって言われそうだけど。うん。となると、まあ、これ、となるとそうだね。これ、並んでてもしょうがないっちゃしょうがないんだけど、まあ、微妙だね。これはでも何かと、なんかいろいろ作るのに、ちょっと、チェストの近くにあった方がいいと言えばいいんだよね。いろいろ作るのにね。作るのに、いろいろ、何かとね。じゃあ結局元に戻るじゃん、これね。結局はなんかいろいろ動かしたけど、いろいろ動かしては見たものの、まあ結局、テーブル層をどかして炉を置いたみたいな感じになりましたね、どうやらね。で、スチールがあと何個 ?100 いるんだから、何個持ってる ?33?67個あと67個スチールをどっかから集めてこなきゃいけないと、いう話でございますね。これね、この辺、これを作んなきゃいけないんでね、だからね、るつぼをね、うん、そうかそうか。まあ、じゃあ、クエストとかでやっぱ集めるのが早いかな。クエスト報酬狙った方がいいかな、それだったらね。ね、気づいた？あ、ついた。あ、ついてる？これはつかないんだけど、ついてるっけ？ついてるね。うん。はい。ということで、じゃあ、まあ、そんな結果に落ち着きました。はい。まあ、まだ、ちょっと、スチールは作れないけど、作りに行きましょう。じゃあ、頑張って作れるようにね。砂漠版読むとかでクエスト回すかな。1から、また。ね。TI1 からね。で、そしたら報酬でいくつかもらえるし、行った物件でも回収できるかもしれないんで、次回、ちょっと、
行きましょうか、砂漠の街で。もうちょっと森バイオームはねあれなんで、砂漠の街で次回ちょっとクエスト回しましょうかね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺にしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録など、よろしくお願いします。岡部さんでございました。またね。